ブックキングです。お願いします。俺さ、うん、ハローワン行ったことない。それはないんじゃ。いやだからちょっと行ってみたいと思うからさ、ちょっとやってもらっていい？やる。あの職員さん。職員さん。俺行くから。はいはい。すいません。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。早速なんですけど、なんかこう希望の職種とかあったりしますか？ああ特にもう仕事いただけるなら何でもやろうと思ってる。あ本当ですか。はい。だからこう休みがね週2日あったらいいなとか。あもう働けるだけ本当働きたいと思ってます。あ本当ですか。はい。まあ、そうしましたらね今ね予約できるその面接、はい、の会社こちらなんですよ。この会社じゃ面接お願いします。で予約しておきますんで。はい。面接頑張ってください。どうもありがとうございました。どうだったかな。あ。まあ完璧だったよ。おお完璧だった。うん。あじゃあさハローワーク行けたとしてね。うんうん、次こう企業に面接行かなきゃいけない。うん。じゃそれも練習させてもらっていい？練習。ちょっとやらせて。うん。すいません。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。早速なんですけどね、なぜ我が社を応募したのかちょっと理由を聞かせてください。はい。なぜ我が社を志望したのか理由をお聞かせください。この会社の製品をいつも使わせていただいてるんですけども、こんな素晴らしいものを作れる会社に自分も就職したいと思い面接を応募しました。なるほど。うち結構厳しいんですけど大丈夫ですか？全然大丈夫です。何でも頑張ります。なるほど。じゃあちょっと前向きに検討させていただきますので、はい、また後日連絡いたします。よろしくお願いします。どうだったかな。おう、まあ、よかった。あ、よかった。よかった。芸人やめようとしてなくてなんかそれぐらいの熱量あったんだけど。いや、やめようとしてるわけないじゃん。いや、すごい完璧だったよ。いや、だ絶対やめないから。やめないの。いや、だってもう、あともう一個練習したい。うん。就職できたとして、職場の人で馴染めるかっていう練習したい。芸人やめようとしてんじゃん。やめようとしてるやつの悩みだよ。そんなことない。そんな練習必要ないじゃん。やめないんだ。あ、じゃあ、あれやらしてよ。何？今、バイト先でね。うん。お前、芸人なんだから面白いことやれよ。みたいな。本当にめっちゃいじられる。めちゃくちゃいじられる。それ対処の練習する。あ、それはした方がいい。ありがとう。おはようございます。芸人来たじゃん。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと面白くてやるよ。それができないから芸人やめたんでしょって。やめてんじゃねえか。もう芸人やめてたよ今。お前バイトの話どうした。俺嬉しいよ。こうやってみんなの前で混ぜてきてみんなありがとう。最後の舞台もう聞かされてそうなのかな。みんなに支えられてここまで来れて俺芸人として幸せだよ。お前今芸人として仕事ゼロよ。何もしてないからね今。すげえ幸せだよ。すげえ幸せ。いやもっと芸人っぽくさやってくれないと。最後にはい。Oh,